インスタグラムっていうのは一つのカタログなんですよ。で、情報誌なんですよね。キャラ発信、お役立ち、雰囲気が伝わる。この3つがスクール、お教室系のインスタアカウントでは非常に重要でして。はい、北野です。今回は SNS が大の苦手、50代女性の方でも音楽教室にインスタを使って、累計170名以上の新規のお教室生徒さんを獲得した方法についてね、お届けをしていきます。具体的にどういう風なアカウントをですね、インスタを構築していけば、それだけのね、生徒をインスタで獲得していくことができるのかって、今日具体的なポイント3つまとめてね、お話をしていきますので、ぜひ最後まで見ていただければなというふうに思います。また私の LINE アットではですね、今だけこういった SNS の書籍うちいっぱい出してるんですけど、書籍プレゼントであったりとか、成功事例マニュアルレポートであったりとか、その他ね、 SNS の集客のノウハウをまとめた動画コンテンツ日々ねお届けをしておりますので、この豪華な当たり特典を受け取りたい方は下の概要欄からぜひ LINE で登録いただいてプレゼントをねゲットしてみてください。はい、では早速なんですけども、こちらにね、はい、出ているアカウント、こちらがですね、川上さんというですね、音楽教室をされているですね、方のアカウントです。で、川上さんはね、うちの弊社学科に入学する前はですね、もう本当に SNS が苦手です。もう Facebook で精一杯ですので、インスタ一切触ったことがなかったという女性の方なんですね。で、うちのね、学科に入学いただいてから、まあ、実際にインスタグラムをこういう形で統一していた時に、まあ、うちはインスタ映えをしない、いわゆる画像に文字を入れた形でこうやって運用いただいているわけなんですよね。なので、まあ、インスタグラムって今本当に映えっていうのはもう不要でして、インスタ映えというよりはですね、できるだけわかりやすく文字でがっつり自己アピールをしていくっていう方が、やっぱり見込みのお客様にリーチできて、そして濃いお客様で少ないフォロワーであったとしても集客することができますので、まあ、今お教室業されていたりとかね、スクール系の方はぜひ川上さんアカウントをモデリングしていただくといいんじゃないかなというふうに思いますと。で、実際にですね、このコンセプトの部分だったりとかアカウントっていうのはですね、まあ、実際に弊社の方で調整させていただいてるんですけども、特にね、投稿で注意すべきポイントっていうのが3つありましてですね、その3つのポイントまとめていきます。まず1個目、キャラ発信、2つ目お役立ち、3つ目雰囲気が伝わる。この3つですね。キャラ発信、お役立ち、雰囲気が伝わる、この3つが、スクール、お教室系のインスタアカウントでは非常に重要でして、実際に川上さんの場合も、スタッフさんと一緒にこういったお写真であったりとか、川上さん自身がですね、雰囲気が伝わるような形で、こういうリールでね、動画をアップしていったりとか、あとはスタッフさんみんなでのお写真であったりとか、こういった、いわゆる雰囲気、そして一人一人にやっぱキャラが伝わるようなですね、投稿していくことによって、お教室をね、川上さんのところでぜひね、自分のお子さんをピアノ教室行かせたいなっていう方は、やっぱすごい大事にされるわけですよね。この音楽教室ってどういう雰囲気なんだろうな、もしかしたら殺伐としていたらちょっと怖いなであったりとか、自分のね、息子娘さんが、お教室に行かせるときに、できればね、友達と仲良く親しめるようなお教室がいいな、そういう風にね、保護者の方思うと思うんですよ。で、音楽教室をねターゲットにされている方はやっぱり基本的に小さいお子さんをお持ちの保護者の方がターゲットになりますので、その保護者の方に対してやっぱり安心感をね与えてあげる、そしてできるだけうちの教室はこういう形でやっていますよっていうのが伝わるようにですね、実際にですね、こちらのストーリーで出ているような形でレッスンの時のですね、こういう雰囲気であったりとか、こういった温かみのあるですねお教室、自分の子供をお教室に入れたらこんな感じでねピアノが上達するんだであったりとか、実際にそのピアノのレッスンの風景だったりとか、そういうのやっぱ事前に見せていくっていうことによって安心感やっぱ与えていくっていうのがやっぱすごい重要にね、なってくるかなというふうに思います。そして最後ですね、お役立ち情報っていうのは重要って話したんですけども、例えばこういうですね、楽譜は景色で読もうっていう形で、具体的に楽譜を読むときに重要なポイントっていうところを文章でしっかりとやっぱ書いてあげるですね。インスタグラムっていうのはいわゆる一つのカタログなんですよ。で、情報誌なんですよね。お役立ち情報をまとめたいわゆる無料での情報を発信している媒体になるわけなので、しっかりとカタログ的な形でですね、例えば勉強ができる脳に育てるピアノレッスンであったりとか、おうち練習で、上達する2つの方法だったりとかですね、まあ、こういったためになるような情報ですねを、発信していく。この場合であればピアノを上達させたい、お子さんをお持ちの保護者の方がね、あ、自分も娘にこういう風にねちょっと指導していこうかなとか、そういった、保護者さんにねターゲットに寄り添ったような具体的な発信でノウハウを8割出しても OK です。そういった、ためになる情報を発信しながら、こういったねレッスン風景っていうのはやっぱアップしていくっていうところがね非常に重要になりますので、まあ、ぜひね、今日の動画参考にしていただいて、ぜひインスタ活用ね、役立っていただけたら嬉しいなと思います。また今回の動画ね少しでも参考になった方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄からお友達登録いただくとですね、弊社の書籍をプレゼントを含めた合計7大有料豪華特典をね無料で、プレゼントしちゃいますので、ぜひ、LINE からお友達登録いただいてプレゼントもゲットしてみてください。それでは、ね、今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。